はい、今回の動画は Windows 10で USB 機器の接続が不安定な場合の対処方法をご紹介します。で、USB 機器が接続をしたんだけども頻繁に切れてしまうといった場合に、電源の設定を変更することによってこの症状が改善することがあります。それでは早速その設定方法なんですけども、まずは設定の画面を開きますんで、スタートボタンのところからこの歯車の設定のところをクリックします。で、次にこのシステムっていうところをクリックしてください。次にこの左側のところの電源とスリープっていう項目をクリックします。はい、そうするとこの電源とスリープの画面が開きますんで、少し画面を下に下がってこの電源の追加設定っていうところをクリックしてください。はい、そうするとこのコントロールパネルの電源オプションの画面が開きますんで、この選択されたプランというところのこのプラン設定の変更というところをクリックします。で、次にこの詳細な電源設定の変更というところをクリックしてください。はい、そうするとこの電源オプションのウィンドウが開きますんで、この中のこの USB 設定っていう項目の左側のプラスのところをクリックして、さらにこの中の USB のセレクティブサスペンドの設定というところでこのプラスのところをクリックします。はい、そうすると標準の状態だとこの USB セレクティブサスペンドの設定っていうところが有効になってますんで、ここをクリックして無効に切り替えます。で、ノートパソコンの場合はバッテリーと電源両方あると思いますんで、両方ともこれをクリックして無効に変えてください。これをやることによって USB 機器の接続が安定する可能性がありますんで、もちろん 100% 治るというものではないんですけども、USB を挿した時にですね、どうも接続が不安定だなといった方はですね、一度この設定を試してみてもらえるといいかなと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。